ごめんね、はい、ちょっと圧を押しすぎちゃった、ごめんなさい、すいません。はい、ということで、今日、本当のそうなの、間違えた、本当ごめん、間違えたけど、はい、はい、深い、深い本当に深いなんですか。いや結構ありかちょっと待って、ごめんなさい、今のはそういうお仕事でさ、今ちょうどね、俯瞰かどうかをちょっと検証するために触ったと同時に、スタッフさんが、入ろうとしてきたところに、バッティングしてしまって、今ダメでしたみたいな感じでしたので、めちゃくちゃ気まずいけど、俯瞰かどうかの検証します。ほら、ということで検証結果、俯瞰ではない。じゃあダメです、挨拶変えなきゃ。深い、敏感、深い、決まった、ありがとうございます。はい、ちょっと今日ごめんなさい、出しょぱりすぎですよね、ごめんなさい、どうぞどうぞ、MC をしていただいて、はい、はい、いいです、はい、あ、大丈夫、はい、私、はい、あ、はい、ということで今日はですね、ちょっと深川くんと2人で一緒に焼肉食べようやっていう、動画になっておりまーす。ということで、何を、あ、もしさ、ちょっといいですか、あ、でもチャンネルやんな、あ、はい、私がタイトルコールして、進行もしようとして、いや、あ、すいません、ねえ、いや、なんか私今任す、あ、はい、ね、自分のチャンネルやんな、ごめんなさい、さっきまで、はい、タクシーでなんか無言で停滞してた人がやっぱカメラ回すと今度の、まあ移動中ぐらいは、はい、すごい、はい、すごいです。何の情報ここで言ってんの、ほんまにそんな情報いらんやろ、はい、早い、はい、で今日は一心丹助さん、はい、袋店に、はい、お世話になってます、はい、さんやってます。もう焼肉のいい香りがね、うん、もうすごいです、私たちの鼻をね支配してますね、いい匂いで。でも今来た時なんで個室じゃないんだって言ってたじゃないですか。って言ってました。ちょっとクレームをね。まあまあ。よく大変にしております。カットしてきます。カット中の便利やな。いや、しないですね。あ、わかりますよ。お腹すいた。ショートで。はい。じゃあ待っていきたいと思います。はい。じゃあ、早速脱いちゃおうかな。火も温まった？温まった。はい。で、誰がブッ、あのお肉、はい、